女子駅伝の新生中サングルーリーに今津氏が、武井壮が、和田正人が簡単、能力ほとばしっている。15日に行われた全国都道府県対抗女子駅伝で、岡山3区で区間新記録を叩き出したドルーリー・シエリの走りに、シドニー五輪などに出場した 400m ハードルのため松大志、実施競技の武井壮、箱根駅伝を走った俳優の和田正人らが驚きの声を上げた。ドルーリーは岡山代表の中学3年。主要大会での駅伝経験はなかったが、3区3キロを担当し、17人抜きの9分2秒で区間新記録を樹立。将来有望な選手に贈られる未来勲章を受章した。父はカナダ人、母は日本人で、岡山県津山市の鶴山中の陸上部で、可憐な容姿がモデルのトリンドル・レイナに似ているとの声も上がっていた。今津氏は、ドルーリーが走る映像のツイートを添付し、これはすごいな、と率直にコメント。武井も NHK 大阪の動画をアップし、能力がほとばしっている、と簡単の声を上げ、まるで400メートルでも走り始めるような動きでスタート、さらに距離や疲労感への恐れをはるかに超えたメンタル、それを支える卓越したスタミナ、技術がある、スター性のあるルックスも魅力、このまま伸び続けてほしい超逸材、世界が見えるねえ、とエールだ。和田もツイッターで、またすごい選手が現れたもんだ。3km を9分2秒って、男子の僕の中学時代が9分25秒くらいだもんな、と、自分の中学時代よりも20秒近く早いとうなり、記録もすごいけど、あの走り方。中距離ランナーがそのまま長距離を走ってる感じ。いつか不破聖衣来選手との1万メートルの対決が見たいぜ、とつぶやいていた。驚異の17人抜き。岡山の中学3年生ドルーリー・守衛里が区間新記録、全国女子駅伝でニューヒロイン誕生。菱形皇后杯第41回全国女子駅伝15日、たけびしスタジアム京都。全9区、42,195キロをタスキでつなぐ全国女子駅伝でニューヒロインが誕生しました。中学生区間の3区 3km で岡山鶴山中の3年生、ドルーリー・守衛里、シエリ、選手が17人抜きを見せ、区間新記録を達成しました。38位でタスキを受け取ったドルーリー選手は、最初の 1km を2分55秒。6人を抜き去ります。去年の全中、1500メートルで優勝したドルーリー選手はその後も快走を見せ、驚異の17人抜き。これまでの区間記録を8秒も更新する9分2秒で区間新記録をマークしました。レース後、ドルーリー選手は、一人でも多く抜いて岡山県チームに少しでも勢いづけられるような走りができたらなと思っていました。と、その走りを振り返りました。今後については、インターハイに出場していい結果を残すことが目標です。と、中学生らしからぬしっかりとした口調で答えたドルーリー選手。陸上界に誕生したニューヒロインの今後に注目です。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。